やってみてください。ああ、うん、なるほど。じゃあ、クリップ抜いてあげます。ちょ、ご視聴いただきましてありがとうございます。プロのサキキでございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、ゆうちゃん最近ね、シェイクとかシェイカーについて教えてくださいというのが多いです。ただね、皆様が思ってるよりはシェイクは結構ね、できます。意外とやっぱさ、こうバーテンダーといえばこういうね、シェイカーっていうのもあるから、やっぱ皆様にも最低限できるようになってほしいなと。シェイクを分かりやすくご説明したいと思います。マスター偉そうに言ってますけど、うん、どうやって説明してもらえるんですか。今日はね、秘密兵器あります。秘密兵器っていうか、まあ、被害者がいます。アイスちゃん、はい、ということでね、アイスちゃんはなんと3日目まだそうですね、まあ、だから言ったら、じゃあシェイクなんて振ったことないよね。ないです、まあ、そもそもお酒なんか作ったことない。そうですね、家でも作ったことないよね。ハイボールちょっと混ぜるぐらいの。ああ、家でっていったところで、っていうぐらいも経験がないわけですよ。今日僕の講義でね、多少でも触れるようになったら皆さんもやってみようと思うんじゃないかなと。マスターのシェイカーで2つタイプがあると思うんですけど、あれって何が違うんですか。はい、これがですね、ご質問でもいただいたんですけども、こちらが2ピースシェイカーっていうのがあります。2ピースいったら2個だよね。でもう1個が3ピースシェイカーと言います。でこれがね、3ピースシェイカーです。ボディ、ストレーナー、トップスと3つに分かれてるわけだね、はい、でこれが3ピース、2ピースと。シェイカーだなと思うのはどっちかい。バーテンダーっぽいのは3ピースの、ね、そうなんだよね。皆様誤解してるかもしれないけど、世界の主流はね、ほぼ2ピースなんです。3ピースは本当ね、どっちかといえば日本独自のものです。そうなんです、ね、そうなんです。世界の9割はもう2ピースでございました。ただね、ここ10年ぐらいで日本人選手がですね、もう世界大会とかでもバンバン優勝するようになってきまして、世界でも日本人のバーテンダーの地位っていうのがね、ドカンと今上がっております。世界大会でもみんな3ピースを使うもんだから、世界のトップバーテンダーもこのね、3ピースを選ぶようになってきました。じゃあマスター、シェイクと、うん、あのバースプーンで混ぜるだけのやつは何が違うんですか。シェイクをすることによって得られる効果というのはまず3つございます。1つはね、まず冷やすということですね。2つ目は混ぜるということですね。で3つ目が空気を入れるということです。これが大きな違いでございまして、空気を入れることによってアルコールのね、トゲが取れます。飲みやすくなるということだよね。素材プラスアルファが、逆に素材そのものを表現したいときはシェイクじゃなくてステアという技法に変わってきます。じゃあ分かりやすくですね、ホワイトレディを作ってみます。はい、なんかお酒って感じがしますね、うん、ガツンと来ないですこっちの方が。なるほど。じゃあマスター、はいはい、シェーカーを使う意味は分かったんですけど、うん、はいはい、その3ピースと2ピースの使い分けはどうやったらいいんですか。はい、はい、これはですね、例えばですね、こちらの2ピースの方はですね、フレッシュフルーツとか生のキウイとかね、生の果物を使うことが増えてきました。例えばじゃあキウイを丸ごと1個入れた時に、このシェーカーの方に入れてしまうと氷とか入れるスペースがないよね、うん、シェイクができないわけさ。ストレーナーって言うんだけど、細かすぎてキウイも落ちてこないんだよね、果肉も。あ、そこでじゃあここ、こうやって閉じてもこれだけのスペースがあるから、キウイがここに入ってたとしてもしっかりと混ぜれると、うんうんうん、なんでそういった違いがあります。じゃあマスター、3ピース使わずに、うん、全部2ピースでやったらいいじゃないですか。そう、その方が便利だよねって思うんだが、しかしだ、シェイクするときに一番大事なのはですね、氷を溶かさないことなんだよね、うん、氷を溶けてしまったらそのまま水っぽくなってしまうから、薄まったお酒なんて飲みたくないじゃん。じゃあ例えばこれだと氷がそこまで動かないから、氷が溶けづらいんだよね。包装シェイクの場合は容量が大きいから、うん、その分当たってしまうから溶けやすくなってくるんだよね、うん、さっきのホワイトリーとかを2ピースで使ってしまうと薄いホワイトリーになってしまうんだけどね、うん、っていった違いがございます。お酒とちょっとレモンジュースとかコアントとかを混ぜるだけの時とかは3ピースを使うようにしてください、うん、さあというわけでね、こういうの使い分けは分かっていただけましたでしょうか。はいですね、実際やってみるんですけども、ちょっとね、どうやっていいか分かんないよね。はい、カモン。はい、じゃあですね、じゃあ初めてのシェーカーをやってみましょうといったところなんだけど、今日は3ピースシェーカーを触れるようにしましょう。はい、じゃあですね、シェーカーなんですけども、まずですね、まずこちら外してください。食材とか氷とか入れると、入れたらね、これをかぶせます。このまま振ってしまうとね、空気が入りすぎてしまうので、はい、爆発します。ポンってなってしまうので、一回こうね、空気を抜いてあげます。ちょで、もう一回入れます。はい、はい、じゃあね、次持ち方でございます。こう持っていただいて、ここがパッて外れないようにここで押さえます。振ってる間にここ外れないようにここも押さえます。出した時に飛んでいかないようにここで飛ばないように押さえます。威圧感ありますけど、ちょっとね、教えていただきます問題点がございまして、ベタッとされすぎなんだよね。飛んでくの怖いじゃん。怖いからってこうやってやってしまうと、冷やさないといけないのに温まってしまうね、シェーカーが。なんで点で持つ感じです。ほんとね、支えるだけ。これで振っていくわけです。思うがままちょっと一回振ってみましょう。おいいね、うん、あれやったことある？ないです。非常にいいですはい、っていうのもですね、で何が良かったかというとですね、シェイクっていうのはね、手首でございます、うん、もうこれが全てを要約してるわけです。はい、で一番良くないのがこうやって直線に行ってしまうやつ。手首がカチカチ、そのままのままでカチカチ行ってしまうと、なんで言っちゃいけないと思う？氷が当たって溶けてしまうからです。そうそう、なんでイメージとしてはね、前に押し出すことによって氷がこうクーッとくるわけだ。これでそのまま手首を返さないとカコンと当たってしまうので、ここでパリンって割れてしまうわけだ。イメージとしてはこうやって前押し出した時に氷が当たるって時に手首を返すことによってくるっと内側を通らすわけだね。で引いた時に、あー、またここでぶつかるってなった時にこう返すことによってくるっとやることによって氷を溶けずに混ぜることができると、うん、なのでもし皆様がシェイクをしてみたいと思ったらですね、両手
拝んでください。こうやって振ってください。はい、今の状態だと前だけは曲がってるんだけど手前に曲がってないんだね。ここが常に同じじゃないとダメです。前に90度行くんであれば後ろも90度。いいね。ただこれを早くやってみよう。これからのスピードでやってしまうと、キーちゃん分かる。前だけが、前が多分7ぐらいなんだよね。練習するとなってます、ちゃんと、ね。はい、この動きさえできればほぼシェイクができるわけなんで、最初に師匠に教わった時にですね、手首があまりにも硬すぎて音もこんなのだったんだよずっとお風呂場で1時間ぐらいやってて、とりあえず手首を柔らかくしようと思ったら、だんだんね、多分今肘がねこう突っ張っちゃってるから、やっぱ触ってくると曲がりにくいんだね。ちょっとねハの字ぐらいにして、でだんだんねこうやって振って練習していくと、手首を返しやすい脇の角度とか、ああいいですね、ちょっと変わったじゃない。はい、さっきより。でもちょっとこれを早くしてみて、ちょっとやっぱ前がどうしても強くなってしまうから、前と同じ5対5、でまずこれをねやってもらえればいいかなと思います。結構ね多いのが、床にこお米を入れる人が多いんだよね、音を確認するみたいな。ただねこれの良くないところは、ある程度技術がなくてもいい音が出ちゃうんだよね。出てるところが出ちゃうんだよね音してます。だ結構これで勘違いしてしまうところがあるので、ペットボトル、これがリアルな音が出ます。液体の流れを理解する、ただこう手首を返す、いいイメージでやってみましょう。ああでもいいですね。暇さえあればテレビとか見ながらずっとこうやってやっていくと、だんだんね液体の流れっていうのが分かってくると思います。じゃあ本当にねマスター味が変わるんですかと、みーちゃん思ってるかもしれないね。そうですね、対決してみましょう。分かりやすいのがですね、これねぜひ皆さんね飲み会とかでやってほしいです。乾杯ってございますね。乾杯ってのはそのまま飲むと結構苦いです。それがシェイクが上手になると甘くなります。適量がね丸分かりです。チェーン店のバーで働いてたんだけど、こう店長としてやっぱ着任するとバーのボスみたいなのがいいんだよね、はい、そこの昔ってやっぱバチバチだったから、この歓迎会でね恥かかしてやるみたいなやつおるわけよでそこでもう僕はねこの乾杯で全員いてこましてましたすいませんって言いましたねぐらい僕は自信があります。さあこんだけ言っといて負けたらどうかと思うけど、じゃあちょっとね試してみましょう。じゃあ同時に振ってガーってやって、ゆりちゃんに味を見てもらいましょう。ゆりちゃんが目隠しで、もうこれは忖度なしでやってみてください。わかりました、全く分量は一緒です。はい、じゃあちょっと振ってみてください、はい、もう思うがまま振ってください。ちょっと色がもうちょっとね怖いな。でもビーちゃん結構ねバカじゃなんだよやめてくださいそんな。はい、じゃあゆーちゃんですね、目開けていただいて、美味しかった方をあげてください。こっちが、はい、悩まれたけどこっちがマスターですか。まあまあまあ正解なんだけど、最初こっちもなんか、ちょっとあ甘くなってると思ったんですけど、こっちの方が苦味がなかったです。あ、やっぱりというわけでございました。ちょっとシェイク振りたくなったでしょ。はい、だからちょっと振る練習もしてみましょう。あやすちゃん、じゃあ一回また振ってみましょう。上からかぶせまして、はい、そう、はい、じゃあシェイクしましょう。はい、はい、ちょっとゆーちゃんこれ何がいけないと思う。手首が回ってない、範囲が狭すぎますな。言ってしまえばですね、回ってます、前に出します、前、肘を伸ばす、前で、この時に例えば50伸ばしたとしたら50戻す、こういってこうはダメ、こういったらこう戻す、これはね、はい、そうそうそう、この時に手首曲がってるね。はい、ただねこの戻す時は難しい、ひっくりやったらいいけど、なんでこの時にね、もう方法としては前に押した時にね、もう親指をね立てたい。そしたら必然的に、そう、必然的に手首が返ります。戻す時もこれを下に落とします。そう、これの繰り返し。あ、次やる、そう、そうそう、これの繰り返し。だからこれをゆっくりやってみて、とそうできる。じゃあ簡単だと思うんだけど、このスピードだとどんどんじわじわじわと氷が溶けてくるので、やっぱ早く混ぜないといけないわけです。なった時にスピード上げないといけないんだけど、スピード上げてくると、じゃあちょっとスピード上げてみてみましょう。あ、いいね意外と上手だね。あ、そうそうそう、ただやっぱね、はい、ストップ。やっぱり最後の方になってくると、やっぱ軌道が一定じゃなくなってくるんだよね。ちょっとこっちやっぱ前向きになってくるとか、だって大事なポイントとしましては、まずスピードを一定に保つこと、そして行きと帰りの割合を5対5にする、それが大事です。すごいね、めちゃくちゃ、いやめちゃくちゃ優秀、本当にちょっとびっくりします。手首使うことやってた。ショーツはずっとバレエとか。バレエだ、あ、これだわ、しなやかな。もうバレエってやっぱあれだな、スパイクとかやっぱこの手首、あー、めっちゃ手首ですね。あ、やっぱ絶対そうだわゆうちゃん買ってたもんね、こうやって、あー、やってました、空手。まあ美人じゃん、めちゃくちゃ、
だからさ、高校生の時とかもさ、はい、やみちゃんも、ね、夜道気をつけて帰りなさいって言ったら、いや、大丈夫です、ぶっ飛ばしますね。言ってたよね、これ。やめてください。いや、そんなこと言ってもと思って、一回肩見たらマジだった。いや、めっちゃ上手よ。あー、もうあとスピードだけだわ。あ、すごいわ。はい、トップ。ちょっとこれ、あのね、仕込みかと思われるレベルの上手ですね。なんかあれだよね、こんな、だってまだスタートして10分ぐらいほぼ教えてないけど、やらせ感がすごい出てくるけど大丈夫かな。なんかね、その辺のなんか新米バーテンダーついてたんでしょうね。まあ正直言うと、これだけのスピードでもちゃんと手首が曲がってるので、ある程度のものは作れると思います。あとはね、いかに格好をつけるかです。これ大事。じゃあですね、例えばですね、シェイクしますとってなってくると、せわしないよね。ボタンみたいになってしまうのでっていうわけで、やっぱね、カッコつけないといけないところなんだよね。だから最初ゆっくり、中早い、最後ゆっくりです。で、メリハリをつけます。素早く、そして最初ゆっくり、だんだん早く、最高と止めるときはピタッと止める。こうなってしまうんで、うん、止めることによって蓋が閉まるんです。なんでちょっとこれをやってみましょう。そう、こんな感じでございます。上手や。上手。じゃあ、あとはね、注ぐだね、注ぐのもカッコつけポイントがございます。ちょっと最後さ、こう切るときにさ、ちょっとスローとかするじゃん。あー、いや、YouTube 見たことないです、私本当に見たことないんだよ。いや、広くない。こんだけ出てたんで見たことないんだ。一本も見たことない。一本も見たことない。すごいよね、逆に。はい、じゃあですね、振りました。はい、こうやって開けたらカッコやるよね。だから、一発で開けたらいいよね。これはね、手首をこう自分の方に持ってください。そして、指を添えます。そして、手首を戻すと同時に、お、そう、ここで挟んだまま置いてしまうとかっこいいです。挟んだまま、そうで、注ぎます。こう、意外と注いで、あ、もうなくなってきたなと思ったら上に上げます。で、これを手首を思いっきりこう返します。そうそうそう、この円の中心の中で返されます。あ、氷が今ここに来てるやつを下にくるんとするわけだね。なんで、そうそうそう、でやりすぎちゃうと飛び出てしまうから、ちょっと早く、そうそうそう、そのままお手伝いいたしましょう。やると女子はね、キャーってなるか、なる、なんねえか、どうなの、気持ち悪い、ネタにされるんやないですか。どういうこと、こんなに頑張って、よ、バーテンダーみたいな。出たみたいな。ちょっと不安になってきたんだけど、かっこいいかはちょっと、え、そうでしょ。今見てる人全員ずっこけてるよ。いやでもマスター、うん、結構カッコつけてましたけど、うん、そうだね。私がこの間、うん、バーで見たシェイクの方が正直かっこよかったです。そうなんだよ、これね。シェイクというのはですね、いろんな振り方があります。1段振り、2段振り、3Dシェイクなんてもね、名古屋振りっていうのがあります。で、一番多いのがね、もしかしたら2段振りかもしれないね。多分ゆいちゃんが見たのはこうだったじゃないですか。あー、それでした。これこれ、うんうん、なんだけど、正直ね、2段振りが、まあ、確かにかっこいいんだけど、バーテンダーっぽいんだけど、僕はね、1段振り派です。はい、っていうのもですね、僕が一番尊敬してる方のシェイクが1段振りでした。最初2段振りでした。でもなんかしっくり来なくて、衝撃に美味しいコスモポイントを飲んだんですけどね。この人のシェイクはね、1段振りだったんだよ。で、1段振り見た時に逆にめちゃくちゃかっこいいと思っちゃって、うん、無骨というか、うんうん、男らしいって思ってね。なるほど。で、そこから1段振りをね、進行するようになりました。渋谷にバー石の花っていう、もうまあ世界でも有名なバーがあるんだけど、そこの石垣さんっていう方がですね、世界チャンピオンなんだよね。怪我したか何かで1段振りにしたら、やっぱ1段振りがいいって言ってたから、僕は1段振りしてみました。で、2段振りっていうのはね、こう上下に振り分けるんだよね。じゃあちょっとやってみましょう。ちょっと早く振り。でなっちゃうんだよね。これはもう絶対なんだけど、下手な2段振りよりは普通の1段振りなんか間違いないです。なるほど。なんで完璧に1段振りができて、もう1段振りこれ以上やることがないですってなってから、2段振りをするようにしましょう。皆様にやってもらうのはまず1段振り、これを完璧にマスターしてください。で、それができるようになったら、例えばこうやって 3D シェイク、パンとかもやってもらってもいいし、こうやって家をこうね、バタバタさせていただくといろいろありますので、まずとりあえずシェイクを振ってみたいという方が多いと思うので、1段振りでやってみてください。はい。今日はせっかくだから、あいさちゃんに
はい、人生初のシェイクカクテルを作ってもらおうかなといったところで、僕が一番好きなコスモポリタンを作ってもらいましょう。おじゃあね、材料は僕が入れますんで、はい、振ってもらいましょう。カクテルグラスなんですけども、こういうのがね、届くまで冷やしておきましょう。グラスに注いだ時に温度が下がってぬるくなるってことがまず中にあります。で、まずこれは必要です。シェイクする上で一番いけないのは何だっていう、氷が溶けることです。はい、じゃあなんで氷が溶けると思う？氷に対してあったかいものが当たったら氷がすぐ溶けるよね。だから入れるものも冷たいもの、例えばコスモポリタンだったらウォッカを使うんだけど、そのウォッカは冷凍食、これによって氷へのダメージが少なくなるんだよね。最初に氷を入れてから食材を入れるとその分溶けやすくなるよね。氷は最後に入れると、氷も大事です。家の例えば製氷機の氷でやってしまうと、やっぱあの氷は脆いので一瞬で溶けてしまいます。シェイクの氷も最悪コンビニで買ってください。硬いやつね、カチャリコ。自分で自作で作ってください。もし作り方知りたい人はこちら見てくださいね。こういったね、不純物ゼロの氷が作れるわけだ。この氷はやっぱ溶けづらいから、固まってるからね。マスター、氷はどれぐらい入れるんですか？大体ですね、シェイカーの大体もこれぐらいの、はみ出さないぐらい氷入れてくれたら OK です。はい、もう準備は万端ですので、はい、じゃあどうぞ振ってみてください。うまいね。上手ですね。あとスピードだけだもん。もう自分の方とかいいよ。ほんと上手だね。上手。前はもう完璧だと思う。頭引くのをこう5対5にするのが大事だけど、じゃあ注いでみましょう。手首にし、そう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 、ね、手を添えて、そうそうそう、はい、そうそうそう、はい、手首を添えていきます。いやでもやっぱ女性が注ぐとかっこいいね、はい、じゃあ飲んでみましょう、はい、1時間前までシェイカー触ったこともなかったわけだから、これがまあここまでできたけど、じゃあ味はどうでしょうかと。はい、おいしい。おお、おいしい。なんかあれだね、いつも散々このお酒塾でお酒作ってるけど、こんなにおいしそうなゆうちゃんは初めてだけど。あ、本当においしいです。そう、飲みやすい、うん、あ、おいしい、おいしい。あら、おいしいね。おいしいです。おいしい。やっぱ冷たさはやっぱそこまでじゃないです。もうちょっと冷たさがやっぱ欲しいけど、でもこれうん、美味しいね。飲みにくさがないですね、うん、これは大成功じゃない、うん、まあ、ちょっと素材が良かったね、非常に。こんなに手首変えると思わないもんね。だっていやー、うまかった。ゆうちゃんはそこだもんね。私手首硬いんだよ。硬いもんね、ゆうちゃん。カツアゲしかしないよ。いやね、カツアゲのこのカツアゲのあれじゃん。いやいやいや、もっとひねるでしょ。結構ちゃんとした動画になったね、これ。今日は意外と毎回ふざけてるからね。シェイカーのサイズとかも言われるんだけど、350か500か多いと思うんですけど、まあ最初は350でいいかなと思います。また他にいろんなご質問がありましたら、ぜひねコメント欄の方をお書きくださいませといったところでございます。いやー、今日は本当に、うん、よかったね。お酒塾っぽかったです、はい、ね。次から来なかったらおもろいよね。やめます。バックれましたね。意味が分かりませんけど、ね、いや、ありえます、ありえます。皆様やってみてください。まあやってみないとね、始まんないから、やっぱり。うん、でもこれ作れたもんね、うん、幅は広がるんじゃないかと思います。はい、ということで本日もご清聴いただきましてありがとうございました。プロのお酒塾はですね、毎週火木土曜日週3回夕方6時から配信しておりますので、ああ面白かったなとかためになったなって方はですね、ぜひチャンネル登録のボタンの方をお願いいたします。またですね、こんなカクテル作ってほしいとか、こんなこと知りたいっていうのがございましたら、ぜひですねコメント欄の方にご記入の方をお願いいたします。からもですね、皆様の宅飲みレベルの向上とか、バーの楽しみ方とか裏側とかですね、いろいろ発信していきますので、ぜひです今後ともよろしくお願いいたします。では、ね、またお会いいたしましょう。さようなら。